YouTube で検索をしましょう。まず基礎的な基礎本でこう理解をするじゃないですか。で、その後に次にやるべきことっていうのは YouTube の検索。まあ先に YouTube 検索してもいいんですけど、まあただ僕は最初に本を読むってことをお勧めします。で、じゃあなんで YouTube で勉強すると便利かっていうと、YouTube ってまあ今の僕の映像を見てもわかると思うんですけど、こう身振り手振りとか、あとまあ会話帳だったりするので頭に入りやすいじゃないですか。だから初心者の一番その入門的な知識だったら YouTube すごいいいと思うんですね。で、じゃあ入門的な知識どんな感じかっていうと、じゃあブログの始め方とか、プログラミングの始め方とか、アフィリエイトの始め方みたいな。まあこういった感じの入門者向けのセミナー動画みたいな。まあこのあたりっていうのは、YouTube めちゃくちゃ適していると思います。まあそういった感じなので、YouTube を活用していくのめちゃくちゃ便利ですね。で、そういった感じのその初歩的なセミナー動画以外でも、まあちょっとした、まあ結構簡単な、なんですか、難易度がそこまで高くないような、内容だったら YouTube 検索って結構優秀なんですね。例えばなんですけど、動画の冒頭で僕の元にプログラミングで月5万稼ぐにはどうしたらいいですかみたいな質問めちゃくちゃ来るんですね。ブログで月5万とか、まあ毎回、大体その月5万っていうのを目指す人が多いみたいなので、そういうのすごい来るんですけど、そしたら YouTube の検索あるじゃないですか。で、あそこにプログラミング月5万ってもう検索してみてください。そしたら何が出るかっていうと、僕のセミナー動画多分一番目に出てきます。で、それ見てほしいんですね。で、めちゃくちゃ、まあ自分で言うのもあれなんですけど、めちゃわかりやすいと思います。じゃあブログで月5万稼ぎたいじゃないですか。じゃあブログ月5万稼ぐで YouTube 検索してみてください。まあ多分僕の動画も出てきますし、他の方の分かりやすい動画も出てくるので、で、出てきた動画の中で、まあ再生数なるべく多めのやつで、なんかこれ信頼できそうだな、みたいな、そのあたりをこうピックアップして自分でこう、流し聞きでいいと思うのでやっていけば、それで問題なしですね。で、あとプラスアルファでここでちょっと上級者向けのテクニックも話したいんですけど、これ僕もすごい活用してきた方法で、それ何かっていうと、YouTube 内で英語検索するんですね。で、これ特に、プログラミングですごい使えるんですけど、例えば、PHP 勉強したいとか、Ruby を勉強したい、Python 勉強したい、Java を勉強したい、まあいろんな方いますよね。そうなったら、PHP チュートリアルとか、Java チュートリアルとか、あとは、iPhone アプリの Swift だったら、Swift チュートリアルみたいな、こんな感じで英語で検索をします。で、そうすると世界中の、まあ多分すごい優秀なエンジニアの方、が動画めちゃくちゃわかりやすい動画、しかもシリーズものでなんか多いやつだと100本ぐらいのシリーズとかあるんですね。でそれ全部無料なんですね。YouTube 最高じゃないですか。まあ、だから、英語のリスニングちょっと自信あるよって方は、試してみるのもいいと思います。あと、プログラミング学習に関しては、英語のリスニングそこまで、できなくても、結構その画面見てれば理解できたりもするので、個人的に英語でプログラミング学習、これ超おすすめ。